ちょっと足が長いからちょっと不利なんですけど、頑張ります。お願いします。つかなかった人はつくよ。左に3回だ。もう大丈夫だ。いっぱいある。もう1回終わってで、ワンっていう。ワン。いきます。今日お願いします。いきますよ、はい、早くしてください、ね、でも固定してくださいね。はい、いきます。せーので、せーの。なんか体が柔らかくなる方法、うん、ゲッツやるといいっていう。ゲッツ。あー、柔らかそう。あ、あれじゃない。あの肩をビートたきしてゲッツ。ゲッツ。これろ。まあ、右の腕は下がるだろうね、結構。あ、ね、もう下がってる。じゃあ行きます。おー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 おお、すげえすげえすげえ。アドバイス、アドバイスね。アドバイスなんだろうね。前習いして、前習いして、宇宙戦艦ヤマトの感じになってた。どういう感じ、ヤマトって。全くわかんねえ。歌って。あのハモリのバージョン。ああ、ヤマ。じゃあ普通の方で。はい、宇宙戦艦ヤマト。はい、行こう。の発声でやられたと。もう俺トップ狙うからびっくりすんなよ。お願いします。いつか、はい、いきます。じゃあこっちの端はこれが行きましょうか。ケチャンもちょこちょこ、うん、やうん、うん、大丈夫。はい、うん、どうも、ディスパゼです。いや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 、撮影も終了しましたね。はい、撮影も終了しまして、はい、ですね、今日はどんな感じの撮影だったんでしょうかね。なんかセレブな感じでね。そうですね、撮りましたね、まあ、日常生活を撮ったみたいなね。うん、あ、かっこいいね。なんかこうね、スナック的なね。スナックじゃねえっつうの。そうですか。何でしたっけ、バーでしたっけ。クラブです。あ、クラブですね。はい、六本木のクラブにお邪魔してるわけなんですけども、はい、今日撮影し終わってみてどうですか、バリさん。楽しかったです。オッケー。じゃあ、ゼロ君どうでしたか。オッケー。あ、かぶりました。かぶったのはオッケーじゃなかったかな。じゃあ、ひずみ君はどうでしたか。オッケー。オッケー。じゃあ、つかささんどうでしたか。オールオッケー。はい、といった感じなんですけども、はい、うん、まあ、お名残惜しいですけど、この辺でさよならってことでね。早くないですか。早いですよ、9月。あ、9月、大変なこと忘れてた。一番それがメインなんじゃないですか、これって。9月の、なんだっけ、9月の9日にね、ディスパゼニューシングル、ファイナルコー、これ発売になりますからね、ぜひ皆さん、買って聞いて、どんどん呼びかけてほしいです。最後の声をね。最後の呼び声ですからね。そういうのを、ね、大事にしつついて、そして10月1日にはですね、渋谷公開、CC レモン、スースーレモンでしょ。そう、 CC レモンホールでスーパーワンマンをやりますから、ここのとこ一つよろしくお願いします。はい、
じゃあロックな感じで締めようか。はい、じゃあ以上ディスパゼルでした。はい。